はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。本日のサウンドテックこちらになります。ズーム社提供 G2-1NU 32番のプリセット K ストーンですね、はい、こちらをこちら愛用のストラトキャスターで弾いてみたいと思います。はい、まあ諸事情はトゥンラパンとしか言えませんが、はい、皆さんご一緒にワンワン、ツー、ワン、ツー、スリー、レッツゴー。はい、ありがとうございます。フロントにピックアップを切り替えまして、タレントの弾ける広島ナブルです。皆さんご一緒に。このエンジャーヤパンのですね、スタートキャスター非常に音がいいのと、ポイントとしてですね、リエが、ね、このスプリングね、ミュートしてます。ここが鳴るとね、余計なリバーブ感が出るんで、あのリバーブっていうのはね、なければないほどいい。あの自分で音を響かせる、楽器を響かせる、基本なんでね、このスプリングは、ミュートしてます。これおすすめのティップスですね。スポンジなんか挟んでもいいですね、うん、僕は今テープで仮にミュートしてますけど、まああんまりあのワン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 となっちゃうと自分がどんなプレイしてるのかね、分かんなくなっちゃうんで、余計なリバーブは必要ありません。というわけで、本日ご紹介したのはこちら Zoom G2-1MU と、ランダーヤバンストラトキャスターの組み合わせでした、まあ、非常に音がいいということ、ギターが違うとね、人生はとても豊かになります。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあね。